出土しているものとして紹介されています。また大型の土偶として知られる縄文時代中期に作られた多摩ニュータウンの遺跡から出土したということで、通称が知られています。なんと多摩ニュータウンのヴィーナスと名付けられた土偶が出展されたりもします。縄文時代というと、まあ